デジャネイロオリンピック出場を決めた皆さん、本当におめでとうございます。皆さんはきっと自立、自分を律するということですが、自分を律する能力を鍛えてこられたと思います。また自治、自分を治めるという能力もお持ちなんだと思います。ですからぜひ自信を持って、オリンピックに臨んでいただきたいです。皆さんは法政大学の誇りです。私こそは、去年と世界水泳と同じメンバーなので、そのリベンジを果たせたらいいなと思います。この4年間ずっとリオオリンピックに出るためにトレーニングしてきました。やっと掴んだ夢の舞台で一本でも多く走れるように頑張りますので、皆様の応援よろしくお願いします。法政魂を胸にリオで自己ベストを目指し頑張りたいと思います。本日はありがとうございました。本当にここまで来れたのは、この母校である法政大学に育てられたからだと思っております。本当にオリンピックではしっかり結果を出して、この法政大学の名を上げれるように頑張っていきたいと思いますので、皆さんどうぞ応援よろしくお願いします。法政大学で培ったこの4年間の精神力というのは、今の僕の原動力でもあります。おかげでリオデジャネイロオリンピックにも出場することができました。しっかり練習で自信をつけて、リオでは思いっきり全力で精一杯出し切れるように頑張りたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします。今日はありがとうございます。たくさんのやっぱり方たちの期待というものが、目の前で感じ取れて、より一層本当に身の引き締まる思いやっぱりここまで支えてくださった皆さんのおかげで、こうやってオリンピックに出場できたと思うので、そういった方々に恩返しをするためにも、やっぱりリオで結果を残していけたらいいなというふうに思ってます。母校の皆さんからそのたくさんエネルギーいただいたり応援してくださって、やっぱりその心温まるというか、やっぱり法政大学に出てよかったな、なのでこの法政大学を背負って打っていう、その一つとしてもリオで頑張りたいなと思います。